はいどうも、タクタクです。ある孤独な一人というこちらのゲームを遊んでいきたいと思います。なんか、ホラーゲームらしい。けど、ホラー、なんだろうね。なんか、おでこに葉っぱがついてる。笑っちゃいけないかもしれないですけど、なんか、シリアスっぽいな。行きましょう。セットキーかな？はい。セットキーをしたよ。操作はどうするんだろう。プレゼントバイパワーファーム。何さんだろう、ごめんなさい。ん？黒電話だ。ん？え、何これ。これを聞いてくれているかわからないけど、ひょっとしたら届くかもしれないから残すよ。昔の6、留守番電話ってこと、これは。そういうことだよね、きっとね。君は一人になりたいって言ってたから、こっちにいるよりそこにいる方がいいんだろうけど、やっぱりあんなボロい建物じゃ冷えるだろうし心配だよ。ん？電話だ。今の電話かな。おー、来た。花投げ。ある孤独な一人。お、始まったのか、これは。あ、移動できる。調べる。いろいろ調べる。あ、奥行き。なかなか変わった。あれですね。演出ですね。まあ、この目の前の鏡を調べてみよう。多分手鏡だよね。あ、違うのかな？あ、手鏡っぽいけど。あ、手鏡だ。ん？さ、ナンバー7。あ、何？ナンバー7って書いてあったけど。どうした、どうした、どうした、どうした。どうした？え、何？どうしたの？電話？あ、これ？これを？ん？薬飲んだ。体調悪いのかな？あ、薬飲んだ。おお、戻ってよ。いや、元気かい？いや、ちょっと今やばかったよ。こんなこと言ったら君は怒るかもしれないけど、あの薬はやっぱりダメだよ。今飲んじゃった。副作用が強すぎるんだ。君くらいの症状なら薬なしで治った人もたくさんいるんだ。大丈夫なのかな。また見当違いなこと言ってたらごめん。だけど僕なりに一生懸命なんだ。恋人かな。どういうことだろう。なんか手紙みたいのが。手紙じゃないか、書き置きメモ。え、早く読んでよ。あ、セラッタより。院長先生、とても寂しいです。ここで一人、私はずっと治療しています。私には支えになってくれる恋人も家族もいません。ほう。私の症状はとても重く、だんだん体の自由は効かなくなって、薬なしではもう立っていることができません。あなたはもう死んでしまったのに、こうして手紙を書いてしまいます。朝が来てほしくない。ずっと眠ってられたらいいのに。え、これ自分のこと言ってるのかな。あ、ランプが消えた。これはお水かな。お、また電話。なになになに、もう薬ないよ。出た方がいいのかな。なになに、水？水飲めってこと？これだよね。調べる。ん？あ、また薬か？
あ、また薬？そんなとこにも？薬中なのかな？またかよ。留守電。昨日は電話してくれてありがとう。電話したっけ？投薬以外の治療も前向きに考えてくれてるんだね。あ、違う人かな？ありがとう。君が会いたいって言ってくれて本当に嬉しいよ。明日仕事の休みをもらったから急いで君に会いに行くよ。あ、なんか違うな。待っててくれ。僕の大切なアールバ。なんて書いてあったっけ？ちょっと全然読めなかったんだよね。一瞬すぎて。鏡。一瞬でもなかったか。鏡文字でちゃんと読めなかった。ゴミ箱は関係ない感じ？こっちからも、あ、いける。もう他に調べるとこないけどね。あ、調べられる？ん？あ、水を飲んだっけか。まあまあ、水分補給はね、必要ですよ。もう、これといって、電話が来ると、また苦しみ出すからね。今度はどうすんの？電話出れないの？え？ゴミ箱？ゴミ箱の薬？ゴミ箱に、こんなの飲んじゃダメと思って、捨てた薬だけど、もう薬を、もう取らないと。もう、どうしようもない。体になっちゃったみたいな。え？相手よ？誰？もういいんだ。もうそれを飲まなくていい。どなたですか？恋人？ごめん、来るのが遅くなって。もう頑張らなくていい。これからずっと一緒だ。うん。うわ、顔がなかったけど。これなんかこれで終わりっぽくね。あ、いけない、7号室の電話取り替えるの忘れてたわ。ああ、それなら私が取り替えに行ったんだけど。だけど？あの患者さん、あの電話をやたら気に入ってて、なんだか無理に取り上げるわけにもいかなくて。確かあの黒電話って前の患者さんの留守番録音機もくっついてなかったかしら。ええ、確か。ま、いいじゃない。いいんじゃない。なんで？こういう言い方はあれだけど、あの子多分もう長くないだろうし。病院かこれ。それが少しでも、励みになるんだったら。なんだ。まだ終わってねえ。精神病院ってことなのかな。明るい。朝だよ。なんか時代は古そうだよね。あ、泣いてる泣いてる。何があったんだい？水の上？今度は？あ、終わったのかな？いや、なんかビジュアルはね、素晴らしいよね。ただちょっと今の段階じゃ分かんないな、何を伝えたいのかかな、作者さんに。心の病のことなのかな、やっぱり伝えたいのは。何があったんだろうね、彼女には。大事な人がなんか
死んじゃったっていうのはね、わかりますけど、その悲しみからみたいなことなのかな、ちょっとどうなんだろう。でもなんか美しい絵、なんかすごいシンプルなんですけど、作りが友人手バックはもう友人にやってもらったんですね。なかなか素敵だと思うけどな。なんか日本じゃないよね。長くないってことは、これわかんないな、これだけじゃ。ちょっと、あ、落ちて溶けた、落ちて溶けたのかな、沈んでった、水の上から水の下に。タイトルに戻るのかな。長い。おお。ちょっと2週目とかするともしかして変わるのかな、わかりません。ただなんかね、シンプルなんだけど響くものがありますね。うん、なんかちょっとした芸術作品っぽい感じのゲームでした。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。ではまた。